ミクちゃんの10周年のフィギュア来たー。はい、どうもこんにちは、バシーとミクです。はい、初音ミク10周年アニバーサリーバージョンのフィギュアの、予約が開始されました。おめでとうございます。いやー、予約開始の時をね、今かと思って待ってました。そしたらですね、昨日11月9日ですね、ツイッターの方でちょっと流れてきたんですけども、明日予約開始ということでね、あ、来たんだと思って待ってました。はい。今ですね、こちらグッドスマイルのページに来てるんですけども、こちらの方の10年のありがとうを込めてということで、ミクちゃんのフィギュアが、画像が、まあ、パッパと何枚かありますね。これだけ見てもすごい出来。はい。でですね、カホタンブログの方ちょっと今覗いてきたんですけども、はい、こちらですね、毎回ちょっとお世話になってるんですけどね、本日のブログの主役やっとくるということで、初ミク10th anniversary version ですという風に感じに書いてあるんですけども、なんかこれ見てたらすごいことが書いてあって、ここですね、足のつま先の部分ミクちゃんの靴が、靴というかブーツというか兄さんなんかちょっと未だに僕わかんないんですけども、これが透けてミクちゃんの足の指が見えてるんですね。すごいですよね、これどうやって作ってんだろうすごい気になる。はい。で、細かいところもすごい造形が良くて、カラーリングもなんか虹色ですごい、なんかもうめちゃくちゃのフィギュアですよねこれはぜひとも本物見たかったな。なんかピクシブの方のイベントでミクちゃんのこのフィギュアが展示されてたということでね、僕見に行けなかったんですけども、まあそうですね、実際手元に届いてからじっくりレビュー的に見てみたいと思います。このラメ加工とかもすごいですよねはい。でですね、こちらが先ほどのページなんですけども、いつも通り予約は、グッドスマイルオンラインショップの方で、やられてみたいですね。で、またパートナーショップをはじめとする弊社販売商品取扱い店舗ということで、パートナーショップの方でも、予約が開始されているみたいです。はい。まあ、お近くにねそういった店がないという方はぜひグッドスマイルオンラインショップの方を見てみてください。はい。でですね、今回初音ミク10th anniversary バージョン、こちらの方のフィギュアの、まず、まあ、細かいところ見ていきましょうということで、まず価格ですね、18,519円ということで、7分の1スケールにもかかわらず2万を、まあ、越すか越さないか程度のラインにしてきたということです。これがねどれだけすごいかっていうのは分かりますよね基本的に7分の1スケールのフィギュアって言ってもまあ1万5000か6000円ぐらいでは相場だと思うんですけども、今回のこのフィギュアに関してはまあプラス5000円か4000円ぐらいということで、非常にクオリティの高いフィギュアだということが分かりますね。はい。まあ使ってる素材とかもねすごそうですし、技術もすごそうな感じですからね。ミクちゃんの足の先が見えてる、何事ですかって感じですからねしかしミクちゃんの衣装はなんかだんだん透明になっていくな、怖いな。はい。でですね、発売時期の方2018年の12月ということで、来年の12月ですね、来年の終わりかずいぶん待つな。ミクちゃんのネンドロイドの方の予約開始の動画も撮ったんですけど、この子は来年の1月あたりに来ると、記憶してます。はい。に比べてみるとずいぶん時間がかかるんですねまあしょうがないかな。はい。でですね、今回こちらの方、初入荷10th anniversary バージョンだけではなく、はい、こちらの初ミク10th anniversary バージョンメモリアルボックスというのもついてきます。はい、ついてきますというか、販売されます。はい。こちらの方ですね、価格は 23,148円で、さらに5000円ぐらいプラスされるんですけども、こちらの方何がついてくるかというと、ミクちゃんのですね、10年を振り返る、まあ、記念をした本みたいなのがついてくるみたいです。はい。はい、こちらの方は、グッドスマイルオンラインショップの方に来ております。はい。で、こちらの方は初音ミク10th anniversary バージョンメモリアルボックスももちろん、ページの中にありますね。価格の方は25,000円。はい。でですね、ここの方の説明欄のところにあるんですけどね、10年のありがとうを込めてということで、まあいろいろつらつら書いてあって、はい、ここですね、初音ミクの10年を振り返るボリュームたっぷり390ページの記念本、初音ミクアーカイブが同梱、初音ミク10の歩みを記念のアイテムと一緒にぜひ体感してくださいということで、まあアーカイブ本がついてくるみたいですね。はい。僕はこちらの方をちょっと訳してみようかなと思います。はい。まあどんなものなんだろうと思ってね、ちょっと気になるんでね。で、たっぷり390ページということで、見事にミクさんに合わせていきますねできれば393ページの方が良かったのかな。はい。まあそれはさておき、まあこういった本がついてくる、まあセットですね、もう出てくるみたいですね。
はい、ということで、ミクちゃんの10th anniversary バージョンの、予約が開始されましたの動画なんですけども、こちらの方のフィギュア、まあ、届くのが、来年の12月ということでね、ほぼ丸々1年待つことになるんですけども、まあ、気長に待って届いたら、しっかりレビューしていきたいと思います。今から楽しみだね。ミクちゃんの10周年のフィギュアということで、まあ、これ以上のフィギュアはおそらくないかと思われますが、まあ、今後の、グッドスマイルさんの、ね、仕事に期待ですね。これ以上のフィギュアが出てるのかな。これのそうです、ね、4分の1スケールとか出たらもう手が止められそうにないけども、はい。というわけで初音ミク10周年の、フィギュアですね、記念するフィギュアの方の、予約開始の、動画を撮らせていただきました。紹介しなばしとミクでした。はい、またねー。バイバイ。ミクとバシーからお願いがあります。はい、チャンネル登録と動画の評価をお願いします。ツイッターもやってますので、ぜひフォローお願いします。それではバッシーとミクチャンネルをお願いします。